はい、こんばんは。1月30日の夜なんですけども、今日もですね、糖質オフのメニューを食べながら、食レポしたいと思います。代表と言います。よろしくお願いします。早速ですね、今日の夕食についてなんですけども、今日はまた夕食が糖質が 23.1g でカロリーが846キロカロリーとなっております。はい、まあ普通にですね、まあ今日はまあ仕事の帰りなんですけど、まあ結構お腹空いてるんでね、ちょっと多めに食べたいと思います。はい、まずですね、今日の糖質オフメニューは甘い卵焼き、まあ普通の卵焼きをちょっと甘くしたような感じですね。こちらは糖質が 2.1g で59キロカロリーとなってます。はい、こちらはですね、普通の卵に対してラカントを加えてるっていう感じですね。これ1個で59キロカロリーです。はい、早速いただきます。はい、卵をね、結構いい感じの、ちゃんとね、しっかりと作られた卵焼きですね。いただきます。うん、あ、美味しいですね。やっぱ、うん、甘くてとても美味しいです。これいいですね。はい、次にですね、メカジキとピーマンの明太子炒めというね、ちょっと凝ったやつですね。これはね、明太漬けっていうものを、そのメカジキと明太を合わせたやつを、まあ、ピーマンとまた合わせたみたいな、ちょっと複合的なメニューですね。はい、これは糖質が 2.6 で116キロカロリーですね。はい、いや、すみません、先に。さっきの甘い卵焼きの作り方は、まあ、簡単っちゃ簡単なんですけど、こっちのですね、こちらですね。糖質オフの痩せる楽うま弁当350に載っております。はい。で、メカジキとピーマンの明太子炒めは、こちらの決定版作り置き、帰ってすぐでき、糖質オフの楽うまレシピ350。これも江部先生の本に載っております。はい。早速いただきたいと思います。これですね。メカジキとピーマンの明太子炒め。これはね、なんかね、結構、この、これはメカジキですね。これがメカジキで、これがピーマン。で、これが赤ピーマン。赤パプリカ。ね。これが黄色パプリカと。このプチプチしてるやつが、これは明太子ですね。はい。で、メカジキとピーマンと、ちょっと一緒に食べてみたいと思います。はい。いただきます。あ、食感がね、すごく、いいですね。美味しいです。メカジキがね、さっぱりしてるんで、食べやすいですね。なんだろうね。なんかすごくヘルシーな感じですね。はい。美味しい。で、あと、色味がカラフルなんで、ちょっと、これも嬉しいですよね。うまい。つい、なんか、どんどん食べちゃう。明太子美味しいですね、やっぱ。これもいいですね。夕食にちょうどいいつまみというか、はい。非常に美味しいです。はい。で、次にですね、今日の一番カロリーが多めのやつなんですけど、海鮮チヂミですね。これが糖質が 7.5 でカロリーが330。まあまあ結構ありますけど、はい。こちらがですね、こんな感じと、結構量もありますね。結構こんな感じで。はい。カツオ節ちょっと上に乗せてるんですけど、こちらがですね、大豆粉というのを使ってて、なんか結構チーズとかも入ってるみたいで、僕もちょっと初めて食べるんですけど、で、まあ、ね、タレもちゃんとついてて、醤油だれと、醤油と、なんだこれ、酢か。醤油と酢で作った調味料みたいな。調味料っていうか、ドレッシングみたいなのもあって、これをかけてちょっと食べるみたいな感じですね。それも含めて糖質が 7.5 ってことで、まあ低めの。まあ普通のね、こういうのって、まあ普通になんだろう。お好み焼きみたいな感じだと、もっとね、20とか30とか糖質も多めだったりするんで、それからすると非常に低めの糖質になってますね。はい。早速いただきます。これもね、ドレッシングっていうか、かかってる状態なんですけど、こんな感じですね。美味しそうですね。はい。鰹節と一緒に合いそうだったんで、ちょっとかけてみました。いただきます。
うん、うまい。歯ごたえがすごく良くて、あ、なんかね、うん、でドレッシングがねすごくしっかり味付いてるんで、ちょうどねこのなんだろうこれ、うん、エビか、エビが入ってるんだけど、エビの食感も良くて、うん、すごく美味しいですね。うん、量も結構あるんで、うん、これ食べたら結構お腹いっぱいになりますね。だ炭水化物的な感じで、糖質制限しながら炭水化物取れるみたいな、そんなものに近いんじゃないかなと思います。はい。非常に美味しいです。はい。あとはですね、いつも通りの、まあ、お約束のね、キャベツと、こちらのね、オクラ。はい。しらす、オクラ、しらすのオクラですね。あとは、まあ、お約束の、こちらですね。ゆで卵1個と、かつお節の残りと、ハーフベーコンと。まあ、これが糖質が、0.1、0.5、0.6、まあ、0.8 ぐらいかな。うん。まあ、カロリーは180ぐらいありますけど。はい。こんな感じで、ね、今日も、まあ、夕食がっつり食べさせてもらってて、まあ、それでもね、全体の糖質で言うと、まあ、70以下っていう形になってるんですけど、はい。というわけで、今日の体重がだいたい 78.9kg で、ちょっと増えましたね。まあ、1月1日からですと 1kg 減ということで、まあ、全然リバウンドしているかって言われると、まあ、まあ、こう増減があるんですけど、はい。体脂肪率はね、22.3% で、まあ、体重としては 185.5kg から 106.6kg 減ということで、まあ、引き続きね、頑張っていきたいと思います。はい。本当に今日のね、メニューは美味しいものばっかりだったんで、ちなみに海鮮チヂミの方は、こちらの、痩せ癖がつく糖質オフの作り置き、これに載っております。はい。というわけで、ちょっと本当にこの、なんでしょうか。この二つ、メカジキとピーマンの明太子炒めと海鮮チヂミ、こんな美味しいものをいただいて本当にありがとうございます。ということで、早速ちょっとこの後ゆっくりと、食べさせていただこうと思います。はい。またちょっと気になるメニューがあったらね、もしよかったらチェックしてみてもらえたらと思いますんで、また毎日投稿していきますので、よかったらまたチャンネル登録といいねの方お願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。